いつ戦争が始まるかわかんないっていう状況。これイスラエル国民、やっぱみんなが心配してるわけですよ。で、その僕のうちに晩ご飯食べに来たそのイスラエル人も、まずそれを言ってみましたね。いつ戦争起きるかわかんない状況だと。本当に、もう一触即発。イランと並ぶもう一個の問題がパレスチナ問題ですね。で、パレスチナは基本的にイランのように軍事力を持っている国ではないので、 どっちかっていうと、イスラエルが、なんかパレスチナをいじめてるようにしか見えないんですけど、旗から見てると。アラブ圏のニュースいろいろ見てると、まあ、イスラエル国防軍がパレスチナの領土に入って、で、パレスチナ人の民間人の家に立ち入って、で、まあ、1ヶ月後、ここにイスラエルは工場を作るから、ここから立ち退いてくださいと。まあ、あるいは、ここに、まあ、マンションを作るんで立ち退いてくださいと。 そういうようなことを言って、パレスチナの民間人を追い出すわけですよ。で、まあ、1ヶ月後に建てるか、1ヶ月以内に出てくれと。言うんだけど、1ヶ月、自分の家なんでね、彼らは、パレスチナ人は。まあ、自分の家から、まあ、そうそう、ね、出るわけにもいかないので、まあ、抵抗するわけですよ。で、抵抗するときに、この、やっぱり彼らは武器を持ってないんで、石を投げて、イスラエル軍に抵抗すると、イスラエル軍が、その、一般の民間人を、 射殺するというような、そういった事件は結構頻繁に起きていて、まあ、イスラエルの国防軍、イスラエルの軍隊が、まあ、まあ、こう言っちゃあれですけど、まあテ、テロリスト状態になっていると。もう、かなり凶暴になっている。もう、もう、どんどん人を射殺しているみたいなね。まあ、今話したのがイランの問題、パレスチナの問題。で、そして三つ目に来るのが、 やはり、その、そういったイスラエルを司さっているネタニヤフ政権の独裁化ですね。ネタニヤフ首相が今国内で推し進めているのが、イスラエルの司法制度改革。この司法制度改革を進む、この司法制度改革そもそも何なのかっていうと、イスラエルの政府が裁判所を政府の参加に置くっていう、政府が全部コントロールできるように、その法律を変えてしまうということですね。 で、これはもうもちろん、あの、独裁化を進めていくわけですね。ネタニヤフ首相の。いやネタニヤフ首相の独裁、なんで独裁化を強めるというかと言ったら、まあこれはもうすぐに戦争をやりたいからだと。まあそのようなことがよくニュース記事には書かれてるんですけれど、まあそれを、まあう,うちに来たイスラエル人に聞いたんですよ。これはそういう理由でなんですかそしたら、おそらくそうだろうと。言っていましたね。だからまあ、要は戦争をやりたい。 イランとすぐに戦争をやりたい。戦争をやるために、もうすぐに行動できるように、要はその裁判所をその政府の参加に置いてしまう。で、なおかつ、今、ネタニヤフ首相というのは、まあ、賄賂とかそういう容疑が問われてるんだけれども、その容疑をその裁けなくするような、そういった方向に持っていくっていう意味合いもあると思うんですけど。その上で、まあ、政府の下に裁判所を置くと。 で、その司法改革、司法制度改革が行われている。で、その司法制度改革が行われているという、そのニュースの後、それに、えー、イスラエルの国防大臣、ガランと国防大臣が、これはいけないと。こういうことをやってしまっては民主主義が崩壊する。で、この国はもう独裁政権まっしぐらであると。これは良くないっていうことで、まあ、 国会でそういう話をしていたんだけど、聞いてもらえなかったんですね。で、聞いてもらえなかったので、ガランと国防大臣がテレビでそれをアピールしたんですよ。その、今のこの司法制度改革っていうのは良くないと。イスラエルを崩壊させるこの原因になると。それをテレビでお話をしたら、そのガランと国防大臣は、えー、解任されたんですね。で、まあ、ネタニヤフ一緒に解任されて、 要は敵対勢力だということで解任されて、その解任された時に、まあデモが一斉に起きたんですよ。イスラエル国内で。ガラント国防大臣を解任を解除しろと。いうことでまあ国内デモが起きて、で、それでまあ今イスラエル国内分断の危機化という。で、そのガラント国防大臣はまあ国民がものすごいそんだけ動いたのでデモが起きたので、 これはまずいと感じたのか。ネタニヤフ首相は、解任したはずの国防大臣をもう一回元に戻したんですね。で、もう一回元に戻したら、またそういうなんか、なんだろう、安直な行動が、まあ国民の不信感を招いて、で、それでまたさらに、まあ分断が広がっているという。まあ今そういう状況。だからその、まあ大きく分けて、まあ三つあるんですね。 そのイスラエルの国民が、今のイスラエルやばいと。今のイスラエルやばいから、これ国外脱出しないといけないと。まあ、そういったことを考えているイスラエル国民が、世論調査で3割。でも、そのイスラエル人の知り合いの肌感覚によると、いやいやもっといるだろうと。半分ぐらいいるんじゃないか。5割はいるんじゃないかってことで。で、今日のタイトル、えー、イスラエルの国外脱出希望者が3割から5割。一体何が起きているのかという。 まあ、その、そういったことが起きている原因となっているのが、まあ、イランの問題、対イ,イラン問題、いつ戦争が起きるかわからないという危機的な状況。で、二つ目が、まあ、パレスチナ入植を強行的に進めているということ。で、そして、まあ、三つ目が、その、イスラエルの司法制度改革ということで、まあ、こういった三つが、まあ、このイスラエルの今の混乱を招いているということですね。 でね、こういったニュース記事があります。これ、これ先日、影響3.0チャンネルでもご紹介しましたけど、アメリカはなぜ今、イスラエルとサウジの正常化協定を望んでいるのか。これ、あの、先日流した動画の中では、まあ、バイデンの、まあ、外交上の勝利と、もしもこれが実現したら、イスラエルとサウジ、なんか電話会談したそうですね。なんか昨日かな今日かな で、なんか一応アメリカ側の発表だと、イスラエルとサウジ国交正常化に向けて順調に進んでいるぐらいのニュース記事に載ってましたけど、いや、これはちょっと、どうでしょうね。アメリカのメディア、そう書いてるし、毎日新聞とか日本のメディアもアメリカのメディアに右へ習いで、まあそのような内容を書いてますけど、イスラエルとサウジが国交正常化するっていうね。で、その正常化する条件というのが、まあサウジアラビアが核を持つこと、一つは、 で、もう一つは、サウジアラビアへのアメリカからの武器輸出をもう無制限で、まあ武器を輸出すること。で、そしてサウジアラビアの安全保障を保障することということで、まあ言ってみれば、イスラエルとサウジアラビアは国交正常化する条件っていうのは、サウジアラビアを強大にすることが条件なんですよね。核保有国にして、超軍事大国にして、で、そのサウジアラビアを集団安全保障で守るという、 まあそういった国にすることを約束することでイスラエルと正常化してもいいよというのがサウジアラビア側の条件でそれをねアメリカ側が飲んだということなんですよねまあその条件に加えてまあ先日もお話ししたまあサウジアラビアにとって一番大事なのはまあそういった軍事力以上にまあパレスチナの大義と 言われてるもので、パレスチナの国家主権をやっぱ確立させることなんですよね。だからそこをどんだけイスラエルが譲歩してくるのか、アメリカも譲歩してくるのかというところなんですけど、これはね、結構綱渡りな感じなんですよね。だってなぜかと言ったら、イランとサウジは国交正常化したわけですよ。 皆さんご存知の通り、今年の3月に。しかも協力関係をがっつり深めてるんですね。で、その背後にはもちろん中国がいるわけですよ。中国、イラン、サウジアラビア、この3つの国々ががっつりと同盟関係を結んでる中で、アメリカがサウジアラビアに核開発の協力をしようとするわけですよ。もしも今回の正常化合意が結ばれたらね。で、そうなると、 イランとサウジ仲良しですから、サウジアラビアに協力する武器とか核開発は、それそっくりそのままイランに流れるとか、中国に流れるとか、そんなことが起きるんではないかなと思うので、結果としてアメリカの弱体化を早めていくっていうようなことにつながるんではないかと思うんですよね。だから、 サウジアラビアとイスラエルの国交正常化がアメリカ国内にとってはバイデンの外交上の勝利ということにつながるのかもしれないけど外交上の勝利っていうのはこれはあの世界的な安全保障とか中東でのプレゼンスとかそういうことじゃなくてあの選挙対策ですよ選挙対策来年の大統領選挙の対策としてまあバイデンがサウジイスラエルの正常化をもしも 仲介できれば、まあ、バイデンの評価はぐぐっと上がるんではないかと思うんですよね。まあ、上がるでしょうね。間違いなく。ワシントンでは、やっぱり外交の最優先事項はそこなんですよ。イスラエル、イランの、あ、イスラエル、サウジ、イスラエル、サウジの国交正常化。これが、まあ、民主党、共和党問わず、一番関心の高いその外交の優先事項であって、 だから、ここをもしもバイデンが実現させることができたら、ワシントンでの評価というのが、アメリカ国内では上がるんですよね。中東では、もうさらに評価がだだ下がりになると思うんですけれども。まあ、そういうようなことが起きて、まあ、サウジが核保有国になって、で、まあ、イスラエルからしてみたら、サウジとの、この、国交正常化、これ、もしもできたら、対イラン政策を考えた上で、 まあ非常にこの強力なパートナーが結ばれるわけですね。サウジアラビアと。で、なので、イスラエルはね、もう熱望してるんですよ。サウジとの正常化を。サウジと国交正常化できれば、まあ、暴発寸前のイスラエルはひょっとしたら止められることがあるかもしれないという。まあ、そういったことも考えられるので、まあ、イスラエルにとってみれば、このサウジとの国交正常化というのは、まあ、進めていきたいわけですよね。 んで、続いてですね、こちら。イスラエルはイランの核計画に対する軍事計画を強化すると。まあ、この点のニュースは、まあ、ちょこ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 出てるんですよ。だからまあ、まあ、イランに対して、まあ、とにかく、まあ、作戦どん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 進めていって、いつでも攻撃できるような状況にはあると。 で、あとは、オースティン国防長官、イスラエル、ヨルダン、エジプト訪問とかね。まあ、いろんなニュースが出てますけれども。また、まあ、長距離巡航ミサイル発表とかね。で、あのー、前に越境3.0チャンネルでお話しした、この今のイスラエルを非常にこの過激主義思想の方に、あのー、方向をどん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 寄せている3人組が、この今出したこちら。 まあ、ネタニヤフ首相と、あとベザラルスモトリ被災務大臣。で、ギャラント国防大臣。まあ、この3人がね、まあ、イスラエルを引っ張っているんではないかなと思うんですけれども、この3人ではなく、ちょっと危ない3人組がいると。いうことで、その昨日、まあ、我が家に晩ご飯を食べに来たイスラエル人が、まあ、熱弁して語ってくれたんですよね。 で、それがね、ええー、と、まず一人目がこの人。イタマル・ベングビル氏。これ、左上に載ってるサムネイルがですね、えー、彼のスマホをちょっと写メ撮らせてもらった写真。それをまあ一緒に載せてるんですけど、まあ、彼がね、僕に教えてくれたんですよ。イスラエルでやばい奴らはこいつらだと。 ネタニヤフ首相よりも過激な、えー、もうスーパーライトウィングであると。いうことで、まあ、紹介されたのがこちら。これ、イタマル・ベングビル氏というのが、これもね、ウィキペディアに載ってるんですけども、彼は弁護士で、で、まあ、まあ、多くのユダヤ系のテロリストを支援している。あの、非常にまあ残虐な行動なんかも、まあ、平気で行ってきたそのユダヤ系のテロリストがいるんですけれども、 まあそういったのを弁護する弁護士で、で、政治家でもあるんですけど、まあ、彼が超過激であると。まあ、今のイスラエルをさらにヤバい方向に持っていってる重要人物の一人。で、同様に二人目がこちら。これ先ほど出てきましたね。財務大臣ですね。イスラエルの財務大臣のベザレルスモトニッチ。彼もまあ非常に過激主義思想が強くて、 まあ、今のイスラエル、彼が財務大臣やってる限りは、もうとにかく、まあ突き進むだろうと。まあ、やばいっていうようなことを言ってましたね。うーん。これもね、あの、ウィキペディアに載ってるんで、どういう人物なのか、あの、詳しく、まあ知りたい方はね、ちょっとぜひ調べてもらいたいんですけれども、ベザレル・スモトリッチ。 で、そして三人目。ヤリフ・レビン氏。まあ彼も、まあ、政治家なんですけれども。まあ今のね、この三人。この三人が、まあイスラエルの中でもネタニヤフ首相以上にやばい、非常に危険な、まあ三人なんではないかということをね、言ってましたね。うん